こんにちは。今日も来ます。意識低い系普段着物みはるです。今日は9月の15日の木曜日ですね。でこれから仕事に行くので着替えるんですけど、多分ね今日昨日着た着物と全く同じ着物着ていくと思います。なぜなら時間がないから。はい、まあ、電車に乗ってね仕事に行くんですが、いつも通り今日も時間ギリギリまでのんびりしてしまったっていう、まあ、いつものリハルです。なので着替えはささっと済ませてささっと行くみたいな、そういう感じですね。着替えをささっと済ませるってことは、まあ、コーディネートとかそういうことは考えないっていう、そういうことです。はい、というわけで昨日と同じ半襦袢を着てます。昨日もねこれ着てたんですけど、そんなに汗かくほど汚れてなかったから、まあ2日ぐらい着てから洗えばいいやぐらいで思ってます。はい。で半襦袢のこの襟とか肩周りをずれないように体に密着させて、で半襦袢はスズロベルトを巻くだけっていう感じですね。まあこんなもんでいいんじゃないですかねっていう感じですね。適当です。はい、よいしょ。で着物は昨日着てたのと同じリネンの着物。てかこの時期はね本当にこの着物は一番なんか手に取りやすくて着やすくて楽でいいですね。同じのばっかり何回も着ちゃってるような感じになってるけど、まあ、楽だししょうがないよねっていう、そういう感じです。よいしょ。最近はね、まあ、暑い時は日中結構暑いんですけど、夜帰る時間になるとその日が太陽が完全に沈んだ後の時間帯になってくるとなんかね膝のあたりがこう着物の下の方から風が入ってきて膝のあたりが寒いなっていうのをちょっと感じるようになってきました。なので今着てるこういう着物の肌着ワンピースみたいな筒になってるスカート状のものを1枚着ておくとそんなに暑さは感じなくて済むけど寒い時には風よけになってくれるっていうのがありますね。一番あったかいのはズボン状になってるものを履くっていうことなんですけど、それだとねちょっと暑い時間帯が暑くてしんどいので、まだねちょっとタイツとかレギンスみたいなのは私には早いかなっていう、そういう時期でございます。よいしょ。でもう本当にいつもと変わんないから特段お話しすることもないっていう、しかも着てるものもね昨日の今日で全く一緒だから、さすがに帯だけ変えるかって感じなので、あんまりねなんか喋ってなくて喋ることもないっていう、まあ、日常着物なんでねそんなもんですよねっていう感じですね。そうね、着物を着てて個人的にどうすればいいんだろうって思うのが、こう腰紐かけてる時になんかくしゃくしゃってなってるこの着物の生地をどうやったらいいかなっていうとこかな。多分ねちゃんと勉強したり調べたりなんか聞くべき人に聞けばいいんだろうけど、めんどくさくてやってないね、そういうこともね。また着付けも定期的に勉強し直していかなきゃなっていうのも思うんですけどねっていう、そういう感じです。適当、まあ、最悪着られてればいいっていうのが正直なところですね、私の普段着物は。よし、大体こんな感じかな。で縦締め、もうもちもちね縦締めもそうね、冬用のっていうか今シャの夏用と言われる縦締め使ってるんだけど、普通の博多織に戻してもいいかなっていう気はするねっていう感じ。冬用の縦締めの方が縛る部分が
柔らかくて、その点ではね、すごく着け心地の良さっていうのを感じますね。涼しさ的にはどう考えてもこのスカスカになってるシャの縦締めの方なんですけどっていう。よいしょよいしょ。背中のシワもね、ちゃんと取っておきたいよね。一時期なんかすっごい背中のシワを取るっていうことにハマってた時期があった気がする。今はね、そこまで背中のシワをめちゃめちゃ気にするってほどちゃんと気にしてる感じはないんですけど、まあでもシワは取れてた方がいいよなっていう気はするんで、取るようにはしてるけどみたいな、そういう感じですね。はい。多分ね、今日撮った動画、よいしょ、プレミア公開用の動画になると思うんだけど、普通に時間が足りなくて、あんまりなんていうの、時間が撮影の尺的に長くできなくて申し訳ないなっていう気がするな。どうしようかな、昨日の動画と入れ替えるか。とは言っても昨日もそんなにね、なんか長い時間の動画撮ってないから、ここら辺なんか難しいなって思いますね。よいしょ。はい。で、帯は昨日と変えて、昨日はあの後で片付けるのに畳むんですけど、よいしょ、花火の柄のね、博多織の一重の幅帯をしておりました。今日はちょっとね、秋っぽい感じ意識してこっちにしました。この帯長いな、切ろうかな。なんかこう長さを調整するのってめんどくさいから、どうせ自分しか締めないんだったら帯の長さもね、大してなんかこう変わり結びをするわけでもないので、貝の口かもう矢の字しかしないからいい気がするんだけどね。よいしょ。なんだけど、いざハサミを入れるかってなると、やっぱりちょっと怖いなってなる。まだね、ちょっと勇気が出ないですね。帯締めをね、もう何も考えずにとりあえずこれしとけば大丈夫だろうっていうからし色ですね。この帯とこのからし色の帯締め、相性抜群だと勝手に思ってます。相性抜群っていうか、もうここの色がね、もうからし色だから良くない、それでっていう、そういうとこですね。よし。あと最近ね、仕事に行くときは暑いんだけど、帰るときに寒いネタで、こう衛門のところ、ここから風とかが入るのがちょっと寒いなって思ったりしますね。電車の中がね、まだ冷房かかってたりとかするので、その風がね、首と背中に当たるとすっごい寒く感じる。寒いっていうか、なんか首肩によろしくないような、なんかそういう感じですね。よいしょ。あ、ちょっと画面が揺れてすみません。はい。で、今日はなので羽織もちょっと着ていこうかな。まあ、羽織を着たところで獲物の寒さが改善されるかって言ったら全然改善されないんですけどね。羽織の襟って結局獲物の後ろで来るから、あんま意味ないといえば意味ないんだけど、よいしょ、けどっていう、そういう感じです。そう、この緑はね、真夏に着ててもそんなに暑苦しい色でもないし、かといって春秋に着てても違和感のある、なんか寒々しかったり暑苦しかったり、なんかそういう色でもないので、すごくね、重宝しておりますね。多分証券なんですけど、実はこれ一回水洗いしてるっていう。そういう羽織ですね。羽織水洗いってあんまりね、多分聞いたことないと思うんですけど、意外とできたね、この子に関しては。まあ、元の風合いからちょっと変わった部分はあるのかもしれないけど、正直私には分からんっていう、そういう感じですね。はい、今日はこんな感じで、まあほとんど昨日と一緒なんだけど、帯を変えればまあいいだろうみたいな、そういう感じになりました。はい、よいしょ。ちなみに昨日つけてた帯はこの子です。昨日の方がね、暑くて、もうなんか体がね、
涼しげな色を求めてたんですよね。なので襟もちょっと白地に水色の刺繍レースになってるし、帯もこのブルーの帯と、あと帯締めもね青くしたんですよね昨日は。よいしょ。まあこれで半襦袢は2回着てるから洗濯すればいいかなみたいな、そういう感じになって、まあ、ちょうどよく洗濯に回せるかなっていう感じですね。ちなみに着物は今日よっぽどあの汗 かいたとかじゃなければまだ洗うつもりはないですね。言ってもね、あの下着肌着つけてて半襦袢つけてて、下もあの肌着ワンピースであの覆ってるから、素肌が着物に直接触れてよ皮膚の汚れがつくみたいなこともないし、まああとは外出時になんか汚すとか水が跳ねるとか、なんか雨に当たるとか、そういうことがあったら洗った方がいいけど、そうじゃなければまあ家の中で着るんじゃないからいいかなみたいな、それぐらいで思ってます。よいしょ。というわけで帯を片付けて、でこれから仕事に行ってこようと思います。うん、なんか結構自分の中でのんびり着替えて、ゆっくりこのなんていうのシワを取る動作とかをのんびり急がずにやったつもりだったんですけど、この時点でまだ12分ぐらい、撮影時間ちょっと見たら11分ぐらいかなしか経ってないっていうので、なんていうんだろうな、着物を別に早く着るとか着ないとか、少なくとも着替えに10分かけるっていうのが早いかどうかっていうのは、そういう話は置いといて、まあ昔の自分が着物を着てた時と比べると時間の短縮はされてるんだろうなっていう気はするね。あとはやっぱり着姿の改善っていうのも、そうね、あの自分が撮ってきた動画、私は YouTube であの発信させていただいてるので、自分のチャンネルを見るとバーッとこう動画が並ばってるのが見れるんですけど、それを見るとね、やっぱり自分のその着姿が変わってってるなっていうのも見れて、すごく面白いなっていうことを感じましたね。あとは、まあ、この夏場の一連の胃袋ダメになった騒動を勝手に自分の中で起こってて、かなり皆さんにもあの心配とかあのいたわりの言葉をかけていただいて本当にありがたかったんですけど、あの夏前ぐらいのそれこそ冬とかの動画、今年2022年のなんか2月3月とかのサムネと今のサムネ見ると明らかに顔が痩せてて、それがめっちゃ面白かった。あ、やっぱり見た目も変わるんだなみたいなことをすごくね実感しましたね。で最近またちょっとね胃の調子は良くなってきてるので、逆に今度なんか食べたいものを食べ始めるっていう、なんていうの、なんか本当は食べない方がいいの分かってるんだけど、またね胃が壊れるかもしれないから、そうなんか太るとか太らないじゃなくて胃が壊れるか壊れないかの基準になってくるんですけど、ここまで来るとね、なんかケーキとかクッキーみたいなやつをちょっと食べたりとか、なんかそういうことをやり始めてるので、またねちょっと顔がふっくらしてくるんじゃないかっていう、そういうあの予感がしますね。食欲の秋とも言いますし、実りの秋とも言いますし、美味しいものいっぱいあるから、あるものは食べたいよなっていうのがあったりしてね、そうそうそうっていうのでねなんか実際に別に体重が何キログラムでしたみたいなのを公開してるわけではないんですけど、見た目には如実に現れるなっていうのが、そう、着物って体型カバーができるみたいな話はあるんだけど、できるとしても首から下なんだよね。首から上ってもう本当に隠せないんだなっていうのをすごく実感しました。あとは着物、まあ洋服も何でもそうなんですけど、着た時にあの太く見える角度とか格好っていうのと、まあごまかせる角度格好っていうのがあるよなっていうのも思いますね。着ててこうなんか意外とこう着物って真正面にすると太く見えるっていう、ちょっと横にすると細く見えるみたいなね、ほら印象変わるでしょただあんまり真横までするとまたちょっと違うから、なんか絶妙な斜めの角度があるんでしょうねきっとね。でこの羽織を着た時のすごくわかると思うんですけど、ここ空いてるけどここすぼまってるっていう、このシルエットがすごく好きです。
個人的にね、仕立てがいいんでしょうね。なんかあんまり仕立ての良し悪しとかってよくわかんないけど、綺麗にこう落ちる感じがすごく好きなので、私のにとってはこれはすごくいいということになってますね。あとは、まあ、最近というかもう基本的にはもう矢の字結びしかしないので、背中がねぺったんこなんですけど、お太鼓するとここがちょっとポコって出てて、その風合いもねすごく好きですね。むしろなんかお太鼓の本体よりも羽織を着た時の形の方が私は好きかもしれない、まあ、そんなわけで今日はなんだ仕事に行ってこようかなと思います。ちょっとね時間があれなんですいません。本日もご視聴ありがとうございました。もしよかったら高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。